皆さん、このコンパクトで機能性抜群のカメラバッグ知ってますか？はい、どうも皆さん、こんにちは。村さんです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、こちらの BGY テックさんから発売されているワンゴーショルダーバッグの10リッターモデルというねカメラバッグになります。こちらのカメラバッグをですね、今回はご提供いただきましたので、詳しくねそちらの方を紹介していこうと思います。以前ね、同じ PGY テックさんから発売されているワンモーバックパックっていうね、最高すぎる機能性抜群のカメラバッグも紹介したんですけど、そちらの後継モデルのシリーズになります。今回のカメラバッグもですね、機能性がもう本当に素晴らしくて、ショルダーバッグなのにこんなに入っちゃうのっていうぐらい機能性が良かったので、順番にねこちらの方説明していきたいと思います。はい、ということで早速紹介していこうと思うんですが、まず金額の方ですね。こちら金額が Amazon の方での販売価格がですね、税込みで 14,080 円というふうになります。このカメラバッグはですね、10リッターサイズで少し大きいというのもあって、機能性もね十分なので、コスパはまあいいんじゃないかなというふうに個人的には感じています。カラーバリエーションについては2色ほど用意されていて、1つ目が僕も使用しているこちらのブラックですね、黒色のタイプになります。そしてもう1つはグレーですね、といった2色のカラーバリエーションになります。ではまずね、外観から見ていこうと思うんですけど、PGY テックさんといえばやっぱりね、このマットな質感のデザインがかっこいいですよね。このマットなデザインっていうのが僕本当大好きで、 PGY テックさんのねカメラバッグはよく愛用させてもらってます。そしてね、水や汚れにも強い素材となってますので、タオルなんかでね拭いてあげればすぐに綺麗になるので、手入れもしやすくて、アウトドアシーンでもしっかり使えるデザインという風になってます。では次にですね、バッグの収納について見ていこうと思います。まずはメインの収納部分ですね。こちらのチャックを開けて開くとこういう感じになってます。ここは基本的にカメラだったりレンズを収納する部分になるかと思うんですけど、こういったね仕切り板がついてます。今1つついてるんですけど、もう1つねこういった仕切り板がついてますので、この仕切り板でレイアウトを変えてあげることによって、お手軽な街歩き仕様だったり、ドローンメインの仕様だったり、あとはね、こういったアクションカメラだったりとか、スマホ用のジンバルを入れたりだとか、そういったね、Vlog 仕様だったりと、人それぞれのレイアウトにできるようになっているので、自分に合ったレイアウトをぜひ探してみていただけたらと思います。それとこれはね、びっくりしたんですけど、試しにね、ソニーの α7-4 に 100-400mm の超望遠レンズをつけて入るのか興味本位で試してみたんですけど、これがですね入っちゃったんですよね。これびっくりしました。この大きさのレンズをつけて、このコンパクトなカメラバッグに入っちゃうのかっていう驚きがですねすごかったですね。かなりぴったりサイズなんで若干窮屈ではあったんですけど、本当ねショルダーバッグにこの組み合わせが入るのはすごいなって思いましたね。で、今入れてるものを紹介すると、今こちらに入ってるのが α7-4 にタムロンのズームレンズですね、28-75mm のズームレンズをつけた、僕が基本的に、軽く写真を撮りに行きたいなっていう時に持ち歩く、ちょっと大きい組み合わせではあるんですけど、このズームレンズを α7-4 につけて写真を撮りに行ったりだとか、簡単に動画を撮りたいなっていう時の組み合わせになります。これもね、このちょっと長いレンズなんですけど、すっぽりと入るような大きさです。それとこちら側にはカメラのね、こういったブラシだったりとか、クロスだったりとか、一式を入れたものを持ち歩いています。
それとここには、写真撮るときに使ったり、まあ、動画でも使ったりはするんですけど、このティフェンのね、ソフトフィルターだったりとか、あとはこっちには ND フィルターですね。もし動画撮りたいってなったときに、屋外で日差しが強いときは必ず必要になるので、このフィルターとソフトフィルターは、持ち歩くようにしてます。それとあと収納といえば、ここにもね、こちら側ですね、開いたここにチャックの収納があるので、レンズ用のキャップだったりとかケーブル類だったりとか、そういったものが入れれるようになってます。それとこちら側ですね、こちら側にもここ収納があって、まあ、こういった三脚用の台座だったりとかですね、こういったものを、僕は入れてたりします。何かね、こういう小さいものがもしあればここにね、どんどんポイポイ入っちゃうので、ここも結構活用できるスペースになってます。はい、でその他の収納スペースを紹介していこうと思うんですけど、ですね、こう開けた時にここですね、ここがパカッと開いて、こういったねスペースになってます。収納スペースですね。でこれがですね、ここ分かります？ここがあのレバーなんですけど、このレバーをね上にちょっと上げてあげるだけでもう簡単に開くんですよね。これはもう動作が本当シンプルなのですごくいいんじゃないかなと思ってます。でここ何を直すかっていうと、見えますかね、バッテリー、予備のバッテリーだったりとか、僕の場合はねこういったワイヤレスイヤホンですね、こういったコンパクトなものですね、ワイヤレスイヤホンだったり、あとはこういったね短い USB-C のケーブルだったりとか、こういったものを入れてます。でここですね、ここ、予備バッテリーを入れてるところにマグネットがついてるんですよね。こういったで緑と赤になってて、でバッテリーがねもうないよっていう時は裏返して赤色にしておけば、もうそのバッテリーは使ってもう残りがないよっていう風な表示になってたりするので、これねすごく便利です。もう一目で分かるので、バッテリーの残量というかあるかないかっていうのが分かるので、これはね結構便利ですね。でこれがコインみたいな感じになってるんで、こういったね、三脚用の台座があると思うんですけど、これの裏ですよね、ここのネジにね合うんですよね、ぴったりと。なんで、手軽にこういったネジを締めるのに、使ったりとか、わざわざねマイナスドライバーだったりとか、他にね工具がないっていう時にこいつをね使ってやれば簡単に締めたりできるんで、これはね本当に機能性としてはもう一石二鳥ですよね。でこことは逆ですね、ここのここも収納スペースになってて、こうねゴムで開くようになってるんですけど、まあここにはね僕の場合、SD カードのケースだったりとか、あとは SSD ですね、ポータブル SSD なんかを入れてたりします。もうこの時点で結構もうすでに収納が結構多いですよね。はい、あとはですね外回りの収納の方を、ご紹介していきたいと思うんですけども、まずは両サイドですね、両サイド、こういったポケットがついてます。両サイドですね、左右にこういったポケットついてます。なのでここのポケットには、まあ、ペットボトルだったりとかマイボトルを入れたりだとか、あとはこういったね小さいジンバルとかをここにね入れてあげたりとかもできますし、それでねここゴムがついてるんですよね、このポケットで。ゴムでこうやってパッてかけてあげると落ちないように固定してくれるような役割になってます。でまああとはこの前面にも、ポケットがあったりですね。はい、今はちょっとね何も入れてないんですけど、まあこういった付属のベルト類とかですね、こういったものを入れといてもいいんじゃないかなと思います。それとあとは、裏面にも収納部分ありまして、ここですね、ここマグネットになっててピタッてくっつくんですけど、ここにもちょっとした収納スペースがあったり、
あとはここのメインの部分とは違うところにもチャックがあって、ここもね収納スペース、クッションの入った収納スペースになってて、ここはね、タブレットであったり、パソコンを入れたりですねできるスペースになってて、こちらがですね、MacBook の13インチであれば全然余裕で入る大きさになってます。で、MacBook ちょっと僕がね16インチしか持っていないので、ちょっと13インチのね MacBook で見せれれば一番良かったんですけど、こういったノート類とかですね、まあなんかカフェで作業するときに、なんかノート持って行ったりするときに、ここにねもうすっぽり入っちゃうんですよね。はい、ここもねこの大きさのカメラバッグでノートだったりパソコンが楽々入っちゃうっていうのはちょっとすごいなと思って、ここもねしっかりとタブレットだったりパソコン入れたりと、皆さんいろいろとね用途に合わせて活用していただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、であとはこういった付属品のね、フックというかベルトが、あるんですけど、こちらのベルト何に使うかというと、バッグの底面にねこういった引っ掛けるところがねあるんですよね。わかりますかね、こういう、なんでここに、こうフックを引っ掛けるようになってて、三脚ですね、こういった三脚、ちょっとこれ大きいんですけど、まあ大きくても全然いけるんですよね。ここに三脚をこういう形で固定させるときに使うベルトになります。これも実際に三脚つけて、まあ、自転車乗ってみたり、いろいろ撮影しに行ったりしてみたんですけど、もう全然違和感なく安定感もすごく良かったので、このベルトもねしっかり三脚を使う方は活用されたらいいんじゃないかなというふうに思います。それとベルトがですね、もう一個実はついてまして、さっきの三脚を固定するためのベルトとはまた違ってですね、これがね肩紐のここにかけてあげれるようになってるんですけど、これが、こことこっちの底ですよね、ここにねかけれるようになってて、でこれが何かっていうと、まあ、基本的にこのカバンを背負って自転車に乗ったりする時とかにカメラバッグが動かないようにサポートしてくれるようなベルトになってます。なのでこれをつけてあげるとね、あんまりカメラバッグが背中で揺れたりすることなく、しっかりとね体に密着してくれるんで、これはまあアウトドアの撮影に行ったりだとか、あとはまあ自転車に乗って移動されたりとか、そういった時にはねこれはしっかり活用できるんじゃないかなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。最近ねこういったショルダータイプのカメラバッグを、探していたので、そういった時にねこの PGYTECH さんのワンゴーショルダーバッグというカメラバッグを見つけて、機能性も収納力もすごくいいなと思って、実際に使ってみて、まさにそういったね素晴らしいカメラバッグだったので、これはね引き続き気軽に写真を撮りに行ったり動画を撮りに行ったりする時にたくさんね使っていきたいと思ってます。ということで本日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、それとチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。それとツイッターやインスタグラム等の SNS もやっておりますので、ぜひねそちらもチェックしていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。